グロスターはイギリス海軍のタウン級の一隻。艦名はイングランド南部の都市グロスターにちなむ。グロスターは1909年4月15日にグラス号のウィリアム・ビアードモアカンパニーで寄港した。1909年10月28日に浸水し、1910年10月に収益した。収益後は地中海の第二軽巡洋艦船隊に配属され、 1914年8月に、ゲーベン追跡戦に参加した。この戦闘で、グロスターには、アーチボルド・バークレ・ーミルン・提督が座上し、軽巡洋艦ブレスラウに対して、推薦付近に一発の直撃弾を与えた。しかしながら、ブレスラウの闘争を防ぐことはできなかった。その後、グロスターは、アフリカ西岸において、ドイツ艦の探索任務に就いた。 1915年2月にグランドフリートの第3系巡洋艦船隊に配属される。1916年4月にはイースター放棄が起こり、グロスターはアイルランドのゴールウェイに対して砲撃を行った。1916年5月31日及び6月1日、グロスターはユトランド沖海戦に参加した。その後、第2系巡洋艦船隊に転属となる。 地中海での活動後、1916年12月にアドリア海の第8系巡洋感染隊に配属となる。グロスターは第1次世界大戦を生き残り、1921年5月9日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。